ワードで一太郎ファイル、JTD を見る方法。PC の中に一太郎ソフトが入っていれば、一太郎ファイルを簡単に見ることができます。ない時でもワードのバージョンによっては、一太郎コンバータという変換機能がついていて見ることができます。変換機能のないワードでは見ることができないので、一太郎ビューアーをインストールすることによって、一太郎ファイルの内容を簡単に見ることができます。結局、ワードで一太郎ファイルを見るには、一太郎コンバータか、一太郎ビューアーのいずれかを手に入れるといいことになります。ちなみに私は一太郎ビューアーを検索して、ダウンロードしました。